江戸は深川。ここに出雲屋という尊領屋を営む兄弟がおりました。尊領屋とは、まあ、そうでございますな、皆様の時代の言い方で例えればレンタル屋とでも言えばよろしゅうございましょうか。日用品から骨董品、美術品、あらゆるものが揃った貸し道具屋のことでございます。ただこの出雲屋は他の尊領屋とは違い、妙な噂が広まっておりました。実はこの出雲屋はつくも神を貸す尊領屋なのでございます。あの二人も探しているだろう。スオウをな。スオウ。